うわー、来ましたよ。すごいね、ボリューム満点ですね、これ。生まれも育ちも京都のおっさんが、京都をメインにたまに全国各地でうまいものを紹介する元祖京都食レポチャンネル。チャンネル登録お頼申します。京都へ追い出す。どうもミスター京都アキです。はい、本日は4月15日に京都の左京区百万遍、ちょうど京都大学エリアですね、そちらにオープンいたしましたカレーの新店舗に向かわせていただきます。はい、そちらのカレーのお店はスパイスカリーサンゴさんというお店なんですけども、無添加スパイスで作る小麦粉不使用の東インドの無添加スパイスカレーのお店っていうことでね、いや、むちゃくちゃうまいっていうふうに聞いております。ほんで元は下鴨の洛北高校前にあったお店で、なんか移転オープンみたいな形なんですけども、はい、この度新たなお店がオープンしたということで、今から向かわせていただきたいと思います。どんなカレーが出てくるでしょうかね。多分本格的な、はい、インドカレーが出てくると思うんですけども、ということで今から早速向かっていきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。そしたら行ってくるぜ。ゴーゴーゴー、トリプルゴーレスゴー。行ってきます。はい、ということでやってきたぞ100万遍からね、今出川通りを東に来てね、北白川の方に向かいます。あれ京都大学ね。はい、なんで北白川の方に向かっていったらオープンしたということなんで、今から向かいます。そしたら京都大学北部構内の農学部グラウンドっていうのがありますんで、ここを越えたらお店があります。いや、先行ったらね、もう北白川なんやけど、こちらですね。はい、こちらの建物の1階、はい、サンゴさんスパイスカレーオーガニックということで、はい、こちらですね、入り口になります。日替わりで本日のカレーがあって、今日はチキンと鶏と豚のキーマ、ほんでサワラっていうことですね。テイクアウトもできます。ほんでメニューがこちらですね。 A がお好きなカレー1種類セット、ほんで B が2種類あえがけセット、ほんで C が3種類のあえがけセットとなってますね。はい、辛くないオーガニック東インドカレー、辛くもできますということなんで辛くしましょう。でご飯おかわり無料です。はい、そしたらねオープンになりましたんで行ってくるよ。初潜入。おー、いい香りしてるね。こんにちは、よろしくお願いします。おテーブルが4人掛けが3つと、ほんでこちらにもソファー席ですね。ソファー席、わあ、いい匂いしてるな。本格的な東インドの家庭料理。おこちらがカウンター席になってます。マスター、ありがとうございます。ナマステ、よろしくお願いします。奥さんですか。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ということでやってきましたよ。本日は4月15日にオープンいたしました。美味しい本格カレーのお店サンゴさんですね。いや、楽しみですね。もうね、これね、もう店中すごいいい香りして、もう食欲がね湧いてきてね、もうよだれが出てきそうですね。はい。ほんでこんなセットランチやってますんで、はい。今日はランチを食らっていきます。いや、楽しみですね。ということで皆さんぜひよろしくお願いいたします。わあ、来ましたよ。すごいね、ボリューム満点ですね、これ。これはどういうセットになるんですか？これはですね、カリーセットで、はい、カレーが3種類入ってます。 C ですね、 C セットですね、はい、これがダルカレー、お豆のダルカレーで、はい、これがサワラのマスタードカレー。はあ、珍しいですね、はい、東インドで結構有名なんですけど、でこれドライキーマと、ドライキーマ、はい、チキンカレーで、ここはおかず、本日のおかずがローライズのサゴサゴバジ、ほうれん草と東インドのホームスタイルカレーです。なるほどなるほど、すごいね。お母さんのレシピです。お母さんのレシピ。いや、今そうですね、ボリュームやばいなこれ。ということでいただきますよ。はい、はい、ということで来ましたよ。見てください、豪華なセットです。ボリュームすごいですね。そしたらね、まずはじめに東インドの家庭料理ですね。なんかほうれん草といろいろ入ったやつですね。こちらいただきますわ。うん、まあうまい。これもカレーの味がするな。うん、柔らかく煮込んでありますね。うん、うまい。体にも良さそう。で、このサラダ、まずサラダ入れておこう。インドの自家製のチリパウダーもいただきましたけど、まずはこのままいきましょう。まずダルですね。豆のカレー、お豆のカレーということですね。初めていただきますね。なんか綺麗な黄色い色してるんですけども、いただきます。で、ご飯、これね、ご飯こんな感じになってるんで、ほら、うまそうでしょ。うまそうだ。豆のダルカリーいただきます。クリーミーですね。超クリーミー。非常にまろやかで、ほんまに豆のうまみがしっかり詰まった、あっさりタイプのカリーですね。うん、うまい。はい、そしたら続きましてね、こちらサワラのマスタードカレーっていうことなんですけど、おサワラですね。サワラのカレーも初めていただきますね。柔らかくカレーと一緒に煮込まれたサワラがこんな感じで入ってます。サワラカレー行く前にちょっとご飯をね、そのままいただきます。ご飯はおかわり自由です。うん、うまいな。うん、この米うまいわ。この米はインドの米ですか？あ、それね、日本米です。あ、日本米ですか。日本米はインドのターメリックで、ターメリックライスに。ああ、ほんま。日本米です。日本米。日本米をインドのターメリックで味付けされてるということなので、日本人でも好む美味しいお米です。サワラいきます。うわ、これうまい、サワラ。うまい。むっちゃ魚のうまみがカレーに溶け込んでる。白身魚のね、美味しい味が溶け込んだカレーですわ。じゃあ続きまして、こちらキーマですね。キーマをね、このお米と一緒に、いただきます。キーマカレーです。はい。うん、めっちゃうまいな。本格的な味や。ミンチがしっかり入ってて、多分これはね、ミンチと野菜のみの水分で煮込まれた感じで、いやー、もううまい。めっちゃジューシー。いやー、どれもうまいですね。実際にはね、これ3種類になってるけど、キーマも入れたら4種類ですね。で、こちらチキンカレーですね。これが本格的な、なんていうか、インド料理で食べられてるようなそのカレーみたいに感じるんですけども、この生クリームがかかってて、うん、いいね。クリーミーなチキンのうまみがしっかり溶け込んだカレーになってます。うん、チキンもこんな大きいのがゴロゴロと入ってます。うまい。食べ進めていくぞ。自家製のインドの唐辛子っていうことですけど、どうなんだ。あ、全然癖のない唐辛子。美味しい。なんかうまさがアップするっていう感じの唐辛子ですね。うん、これなんやろな。これにつけてみよう。うん。うまい。これは何なんですか？これパパドです。豆のパパド。あ、パパド。パパドね。美味しいわ。パパド。うん。これ美味しい美味しい。普通のキーマカレー。キーマカレー。ドライキーマとこれキーマカレー。あ、了解です。ありがとうございます。うまいわ。これ普通のキーマカレー。うまいうまい。いや、こんだけいろんなねカレーが味わえるっていうのは非常に贅沢ですわ。うん、いいね。キーマカレーです。ドライじゃないキーマカレー。うん、うまっ。これもうまいわ。いや、この魚のね、魚のうまいわ。うまっ。サワラね、これうまい。うん、これもぶっかけよう。うん、ええわ。うまい。あ、足りてます。十分ボリュームがあるんで。はい。もうカレーもこれもう4種類5種類食べてるんで、もうボリュームすごい。うん。これ毎日毎日カレー全部変わってます。毎日変わるんですね。毎日。うん。ベースはチキンとキーマはありますけど、あ、はいはいはい。あとは魚とかいろいろスタイル、バターチキンとかココナッツチキンとか。なるほどなるほど。基本キーマとチキンカレーはあるそうですけど、あとのこのサワラとかそういうのは変わるみたいですね。先表に昨日はなんかエビって書いてあったんで日替わりみたいです。うん、これはかなりのボリュームでしたね。はい、うまかった。最後にね、こちらラッシー、ラッシーで最後ラッシー、うん、クリーミー、最後口にすっきりといい感じです。めちゃくちゃうまかったです。本場人気店の本格的なカレーなんで、皆さんぜひ食べに来てください。むちゃくちゃ大満足です。ごちそうさまでした。はい、ということでごちそうさまでした。本日はこちら新店舗353さんで、いや本格的なカレーをいただいてきましたけどね、これがまたね癖になるカレーですね。本格インドカレーです。昨日も売り切れだったみたいですね。いや、これはね多分ね1回食べたらハマる感じですね。このスパイシーな感じがね、いや、ほんでいろんなカレーが楽しめるっていうのがねいいじゃないですか。はい、お米は日本米なんで、もう日本人にも合う、はい、ほんまに美味しいカレーになってます。はい、いやー、ほんま素敵なご夫婦で作られる美味しいカレーなんで、ね、皆さん一度食べに来ていただきたいと思います。美味しかったです。ごちそうさまでした。それではチャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。ご視聴いただいている皆様、愛してます。おろしゃー、分かったぜ。ありがとうございました。